マズダ6は日本の自動車メーカーのマツダが製造・販売する自動車。本校では2019年に日本国内市場向けの社名がアテンザから変更になる2019年以降の事項について記すこととし、それ以前のモデルの詳細についてはマツダ・アテンザの記事を参照。またフルモデルチェンジを伴わない社名変更であること日本国外向けには 当初からマズダ6の社名を用いていたため、モデルの通算上の世代名は、グローバル向けの世代名を基準に記す。カペラの事実上の後継者として発売された、ミドルサイズのセダン及びステーションワゴンで、販売当初はコドアハッチバックの設定もあった。初代モデルの開発当初から、モデルネームに数字表記を用いていた日本国外市場には、 マズダー6という社名を設定した一方で、当時すべての日本国内向け車種にペットネームを与えていた日本国内市場においては、イタリア語で注目を意味するアテンツヨーネに由来した造語であるアテンザという社名を設定した。2002年に初代モデルとなる GG、GK、2008年に2代目モデルとなる GHK を発売し、 2012年に3代目、モデルとなるグッジョブ系を発表。以後定期的に一部改良を続けながら販売が継続されている。3代目はマツダにおけるフラッグシップモデルと位置づけられている。2019年5月、マツダは小型車のアクセラの全面改良に合わせ、日本国内向けの社名も日本国外市場と同じ、マズダ3に変更。以後、他の車種についても、 国内外で同じ社名を使うことを原則とする方針を示し、2019年7月4日に、クッチオブ系の一部改良を行った際に、アテンザについても日本国外向けと同じ、マズダ6に社名を変更したものである。この社名変更について、マ田ダの福原和幸常務執行役員は、マ田ダというブランドで選んでもらうのが、目的 CX-3 や、 CX-8 の登場でペットネームでなくても抵抗がないお客様も多いと述べており、松田のブランド価値の向上を目指したものであることが示唆されている。なお、日本ではマイナーチェンジ時に派生モデルが設定されて社名が一部変更となる事例は複数あるが、フルモデルチェンジを伴わない社名の全面変更はあまり例がないという。ありがとうございます。